デブと痩せ、長生きするのはどっち？精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。今日はイスラエルの司会からお伝えしています。質問いただきました。親知らず55さん、56歳男性。最も健康的な BMI は22と言われていますが、ちょい太の方が良いのでしょうか？カバサワ先生もちょい太ではないことをお見受けします。そうですね、はい、ちょい太です。それは意識的にちょい太にしてるんです、実は、って話なんですけども、結論から言いますと、痩せてる人と肥満までいくとあれなんです、ややぽっちゃり系のやや肥満っていうのかな、普通よりも肥満の方に行った、その肥満との中間のやや肥満比べた場合は、やや肥満の方が長生きをする、より健康的であるっていうデータが多いと思います。世の中いろいろな研究がありますし、日本人の対象にした研究と外国人の対象にした研究がありますので、注意して見ていかなきゃいけないんですけども、私が考えるいろんなそういうデータを総合的に考えた時には、痩せよりもぽっちゃりの方が長生きするということが、まあ大体正しいのではないかなと思うんですね。具体的なデータをちょっと出しますと、東北大学の 44,000 人に対する調査、40歳の人たちが残りどれだけ生きられるか、平均余命を調べた研究では、ボディマスインデックスという肥満の度合いでのデータで見てるんですけど、痩せ、普通、ぽっちゃり、肥満、この4群に分けてみると、男女とも肥満が最も平均余命が長くなっているっていう結果が出てますね。肥満、普通、ぽっちゃり、痩せの順で平均余命が長いということ、痩せが一番寿命が短いという。他の研究で見ますと、日本人に対象した厚生労働省の5万人の調査、これも同じような4群に分けてですけども、これはぽっちゃり、普通、肥満、痩せの順に寿命が長いです。この2つの日本人を対象にした共通点はですね、痩せている人はそうでない人に比べて約6歳寿命が短いということが言えるんですね。これはどうでしょう、皆さんびっくりすると思うんですね。痩せてる方が健康だというふうに多くの人は思うと思います。一方で欧米の研究とかを見ると、肥満度が増えれば増えるほど寿命が短くなるという研究が多いと思うので、一体これってどういうことなのっていうふうに混乱する人がいると思うんですね。これとても重要なんですけども、肥満というか脂肪ですね。脂肪っていうのは人間の存在にとって絶対不可欠なんですよ。なぜならば、脂肪っていうのは免疫予備の、つまり免疫力そのものと言ってもいいですね。ですから、私の友達でもボディービルダーの人がいるんですけど、彼に聞くと、コンテストの前とかだと体脂肪もすごく絞るので風邪ひきやすくなるっていうんですね。だからちょっとしたことでも風邪ひきやすいので、マスクしてですね、絶対風邪をひかないようにするとか言ったりしています。そういうふうに脂肪を下げすぎると免疫が下がるってことはもう歴然と分かっていることです。で、これはがん免疫についてもそうで、がんに対する免疫力も痩せていると非常に下がります。つまり痩せてるとがんになりやすいんですね。もう一つ重要なのは、太るとどうかというと、血管性の病変が起こしやすい、つまり心筋梗塞とかの心臓の病気、あるいは脳卒中とかの脳の血管の病気、そういったリスクを増やしますし、動脈硬化のリスクを高める。つまり痩せるとがんになりやすく、太ると血管の病気になりやすいということです。欧米で死因っていうのは、一昔前はほとんど血管の病気で死んでたんですよ。心筋梗塞がすごく多かったんですね。最近では食事とか運動の重要性っていうのが広がってきて、心筋梗塞が減って、がんの患者さんが割合的に増えてきてるっていうね、そういう変化っていうのが起こってきてます。日本人はどうかというと、2人に1人ががんで亡くなるっていうことですよね。だから将来的にぽっちゃりの方ががんになるリスクは減るわけですね。痩せれば痩せるほどがんのリスクが高まります。でも血管病変のリスクは減るということ。どっちですかって話なんですよ。どっち取りますかって話なんだけど、結構重要なのは遺伝っていうかね、家系っていうのがあって、皆さんの例えばご両親、あるいはおじいちゃんおばあちゃん、あるいは親戚のおじさんおばさんなんかがどういった病気で亡くなってるかっていうのをちょっと見てほしいと思うんです。私の場合はですね、ほぼ 100% がんなんですよ。私の親戚で心筋梗塞とか糖尿病とかで亡くなってる方って誰もいないですね。ほぼがん家系っていうことになります。多分私は将来がんで亡くなる確率が非常に高いというふうに予想されますので、そうなってくるとですね、どうしても痩せすぎるとですね、がんになるリスクを高める、あまり痩せすぎずにちょっとぽっちゃりしてた方がいいということで、例えば私の友人でも40代50代でもですね、腹筋をシックスパックに割るみたいなふうに頑張ってる人がいるんですけど、それっていうのは逆にまあ健康を害している可能性っていうのがありますよということ。あと逆に皆さんの親戚の中でそういう心筋梗塞や脳卒中、あるいは糖尿病のような病気で亡くなっている方がすごく多いということであればですね、これは体重のコントロールとかをね、しっかりやってですね、やや痩せ気味の方に寄せるように、肥満であればそういう脳血管性のリスクっていうのはすごく高まりますので、その辺は注意した方がいいと思います。ということで、最終的な人によってですね、適正な太り方痩せ方っていうのがあると思います。基本的にきちんと運動してですね、運動することによって病気になるリスクっていうすごく下げることができますから、痩せてる太ってるっていうのは単なる結果に過ぎず、私は運動してるかしてないかっていう方が何倍も大切だなと思いますので、私はまあぽっちゃりでありますけど、週4回から5回きちんと運動してますので、運動量ではそうそう負けてないし、そういう意味で言うとまあ健康っていうふうに言えるんですね。まあ、痩せてるか太ってるだけで健康を測るっていうのはちょっと少々ナンセンスな部分もあるので、まあ一つの指標
標として活用していくということで、痩せすぎも太りすぎもしないように、まあ、ちょうどいいようにきちんと運動し、健康習慣、正しい生活習慣を身につけていただきたいなと思います。精神科医カバサーションのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。